トニーバジルトニーバジルはアメリカ合衆国フィラデルフィア生まれの歌手、女優。高校卒業後60年代半ば頃から TV 番組の振付師になる。映画 e ージーライダーにも出演。70年代に活躍したダンスグループザ・ロッカーズの一員でもあり、芸能関係に精通していた彼女の働きにより、このグループはショーダンサーとして成功した。 彼らのダンスは後にロックダンスとして全米のみならず世界に浸透した。その後1981年にレコード契約を結びアルバムワード・オブ・マウスをリリース。1981年から1982年にかけてシングル曲ミッキーがイギリスで最初にヒットした。1982年12月には ビルボード全米ナンバーワンになり、累計で200万枚以上のレコードを売り上げた。ミッキーは、元は1979年に、イギリスのグループ、レイシーが歌った、キティのリメイクであった。元気のいいチアリーダーソングで、本人もラスベガスの高校でチアリーダーをやっていた経験があった。また、この曲は、アルヤンコビックが、リッキーというパロディを発表したほか、2004年に、 松浦ゴリエがカバーしている。日本では一発屋の扱いも受けるが、女優、振付師として60年代から活動し、ジョージ・ルーカスのアメリカングラフィティ、ベッドミドラー支援のザ・ローズをはじめ多数の振付に携わり、長いキャリアの中でエミー賞、グラミー賞を受賞している。ありがとうございます。